ブドウが発酵して芳醇なワインになるように、お腹の奥の深層筋を柔らかく練るように、お尻を立体的に持ち上げて回していく。フラのアーミーはとっても女性らしく、とっても素敵なステップです。何よりもね、ポカポカ体が元気になって目覚めていきます。今日は美しく立体的な曲線を描くために股関節にスポットを当てて亜美のご説明をさせていただきたいと思います。はい、皆様こんにちは、ゆこです。寒くなってきました。体が喜ぶ、ポカポカ温まる美しい曲線の亜美、今日はプロのベーシックステップ亜美2023年最新バージョンやっていきたいと思います。それでは行ってみよう。亜美が立体的にあるためには、お尻の縦の動きを作っていくことがとっても大切です。立体的にお尻の縦の動きっていうのはどういう動きかっていうと、横から見るとお尻が縦に動く、この立体的な動きのある亜美を目指していきましょう。で、お尻が立体的にある、持ち上げていく、ヒップアップしていく、まずは股関節のご説明からさせていただきます。骸骨の模型の骨盤をイメージしてみてください。骨盤にこの足の骨が接続している関節の部分を股関節と言います。で、その股関節の足の骨の先っちょは丸球体になってるんですね。で、その球体が骨盤にコッとこう引っかかるように、こう中にスポッと入るような形で股関節があります。これが足の骨ね、足の骨先っちょです。で、そこをこうやってぐる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 立体的に外旋内旋させていくのが亜美です。外旋内旋を正しくしていくために、片一歩ずつ今日はレッスンしていきたいと思います。膝っていうのはこういう可動域、後ろにしか引けない、こういう動きしかないっていうことも踏まえながら、外旋内旋についてお伝えしたいと思います。右の足からご説明させていただきますね。右の足を外旋させるときは亜美、ヘマといって右回りになります。右の足を外旋させるところから入っていきます。膝からつま先は一直線上、股関節を視線に緩ます。緩ますときにお尻の縦の動きを入れる、そして外旋させる、で、かかとまでも、OK? これが股関節の外旋、1、2、必ず膝でこうやって回して入るのではなく、膝を後ろに引くだけ、後ろに引くだけ、後ろに引くだけでオートマティカルにお尻が持ち上がる。そこにここを円にしていかなきゃいけない。一回緩ましてから入れる、緩ましてから入れる、で、緩まして入れて大きな円にしたいときに、小指まで使う。内膝引いてて、今母趾内転筋とかかとにグッと体重あるでしょう。で、大きくしたい場合って、こっちはこっちに流れないように内膝引いたままハムストリングスと後ろのお尻を上げていくイメージ、ハムストリングスと後ろのイメージを立体的に上に上げていく、上に上げていく。で、膝はこうやって後ろに引いてるだけ、内膝引いてるだけの時に上に入れていく、 OK、上内旋させていくとき、中側に入れていく、ここまで持ってきたらふっと入れます。真横を越えて行こうとすると、膝はおかしくなるわ、脇はぶれるわ、体はぶれるわ、ここ引き上がった、アルファベットの黄金字の V がこうやって引き上がった状態になっている場所に持ってきて内旋させる。ここまで持ってきて、ここまで持ってきちゃダメ、そしたらここほらぶれちゃうでしょ。あくまで内膝は動かさないで緩めていく、緩めていく。内膝の場所、内膝から後ろのハムストリングスを通してお尻の斜め上に引き上げる筋肉を使って、戻すときはここ真横を通らない、大きくしようとしてこうやって入らない、息ブドウが発酵してワインになるように、ね、パーって燃やしていく、お腹を燃やしていくように、子宮の周りの一番深い筋肉をぐわっとこう使って、お尻の下パーッと持ち上げていく。左の膝を確認してみるよ、左ですね、軽く緩ましてから入っていく、 OK? 入っていく。で、必ず上げようとすること、お尻を立体的に緩ましていく、こういうふうに、 OK? 外旋、内旋も前に入れるときに柔らかく立体的に。今片足ずつのチェックが終わったので、フラの亜美基礎をきちんとやっていきましょう。拳1個小さめにこれぐらいに開いてくださいね。で、軽くこうやって膝を置いてます。亜美、赤うっていうと左回りになります。時計と反対回り、左の腹筋緩まして息吐きながら外旋させる、
左膝を緩ませて外旋です。上げてこっちに体重移動して右を内旋です。外旋アップ内旋、外旋アップ内旋。膝が内膝をワンバイワンで持ってくる。引き上げるときに自分の骨盤より斜め上に引き上がっていくように、後ろに引き上げてから大きく後ろを持ってきて、柔らかに真横に行かずに柔らかに抜いていく。1回転、2回転、3回転、半。お腹長く使って縦になるようにお腹伸びていく、脇のぶれない体幹のあるアミをやっていきたいなって思うんですが、立体的な球体 3D の柔らかいお尻になりたいために、頭の重力みたいなものを軽くするっていうことをね、すごいしたいなって思ってて、頭もお尻みたいにふわっと宙を浮いててっていう状況にしたい時に、体幹ってしかもね、この目も開くしね、ここら辺のね、体幹もガッと備わってくるのでぜひおすすめしたいんですけど、舌をですね、使うんですね。ここのね、関節を必ず外そうと思っていて、首がさ、ストレートネックじゃなくなんとなくほぐれてくると、こう首の曲線と背中の曲線ができるとね、なんかここが定まってくる。で、ここをグッとドローインでて、グッとへこましたまま柔らかく呼吸したいの。肺は肋骨は膨らましたいので、頭の重みを消して脇のタコ踊りをなくしたい。舌を上顎にくっつける。これ本当にぜひ騙されたと思ってやっていただきたいなと思うんですけど、頭の関節みんな触ってみて、ここ詰め込んでるから、ここと上顎の奥なんかね、繋がってるから、多分ここの頭蓋骨のここの関節とは、舌がこうベローンって下に下がって重力になっちゃった頭の重力そのまま背骨に来ちゃうので、舌をね、上顎で、しかも奥よ、この前の歯の方じゃなくて奥の方に行くと、自然とね、首がね、こうやって伸びる、こう首がね、こうやって伸びていくので、ここね、ここら辺をイメージして舌のね、この先っちょこで、でこう整えていって吐いていく。で、そうするとね、肩の力が取れてくるから、で、肩の力抜いてきちんと持ってきて浮かせるよ。1回転、2回転、3回転、半。これからね、もうどんどん寒くなるので、アミやると、こうなんかの運動の前、あとフラをやる前、フラのあと、お風呂上がり、朝起きて寒い時、どんな時でもね、ちょっとずつ稼働させていくと、大切に関節使ってね、お腹を練るように、ワインができちゃうように、お腹の中にステップしていくと本当に体にいいので、ぜひ続けていきましょう。ダンサーのゆくでした。ご視聴ありがとうございました。